皆さんこんにちは、メネズワテアンナ。今日、日本に来てから夏に対する気持ちの変化についてお話ししたいと思います。まあシンプルに言えば、日本に来てから夏を、嫌うようになってきてしまいました。誤解が起こらないように言っておきたいんですけれど、日本の夏にはたくさんの良いポイントがあります。例えばその中で、果物と野菜の、量と値段が入っています。農業国であるウクライナの出身として、果物と野菜をたくさん食べています。それで日本の夏では野菜が、まあ、たくさんあるし、安くなるし、いろんな種類も出てきますので、本当にありがたくて素晴らしいところだと思っています。その他にいいポイントの中では、日本の積乱雲があります。私は空を見るのがすごい好きな人です。何時間も空を見ることができます。それで日本の美しい偉大な積乱雲もすっごく好きなものです。ちなみにウクライナでは積乱雲がほぼ存在してないで、それはすごく珍しくて、まあ、全然一般的ではありません。しかしウクライナに住んでいた時、夏は一番好きな季節でした。その理由は次のようです。まず一つ、小中高の頃ですね、夏全体3ヶ月も夏休みになっているからです。そして大学に入ったら、まあちょっと1ヶ月ぐらい短くなっても、まだ夏休みの2ヶ月が残っているので、まだとても好きな季節です。今から言うポイントは、日本とウクライナの共通点でもありますけど、果物と野菜は豊富にあるので、本当に、まあ、素晴らしい季節じゃないかと、ウクライナに住んでいた時思いました。ウクライナっていうのは寒い国です。まあ、寒いというか、秋の10月から、春の5月半ばぐらいまで寒い国なのです。まあ冬は特にそうです。そしてみんなが服の何層も着てます。何枚シャツとかセーターとかも何枚着て、服がシンプルに重いです。それは あまり気がつくぐらいの重さではないんですけど、夏に比べれば全然その差が本当にすごいです。しかし日本に来てから、夏は地獄じゃねって思うようになってきてしまいました。日本に来てから初めて、なんか夏の行動の、まあ季節、なんかガイダンスのルールみたいなものがあることを初めて知りました。例えば暑い時期、脱水がひどくならないようにしょっぱいものを食べた方がいいみたいな、まあルールではないです。まあガイダンス。もありますし、例えばアスファルトしかない、つまり土がないところではあまり散歩しない方がいいみたいな、まあアドバイスも存在してます。それはなぜかというと、まあアスファルトが熱くなって、例えば線が低い方とか子供とかペットとか、その熱い空気を吸い込んじゃって、まあ熱中症の可能性が高いからです。まあウクライナも、気をつけるべきほど暑い日もちろんあります。しかし日本みたいにそういうルールが、まあ、あまり話されていないし、どこにも流されていない気がします。しかし日本に来てから、それは大学の先生方にもよく言われていたし、ニュースでも見ていたし、テレビ番組 でもその、ま、ルールのリストみたいなのも出てきてたし、でその上に電車の報告でもよく注意報告が出てきていました。要は日本の暑さは本当に真剣な問題として認められています。なぜかは理解できましたけど、私は一般的に暑さに弱い人です。このために日本の夏だけはちょっと無理です。日本の夏だけは許してください。しかし私は日本の天候自体大嫌いとは絶対に言っていません。春、秋、冬、夏以外には全ての季節はすっごく好きですし、日本に来てからその区切りを初めて意識しました。ウクライナだといろんな商品もずっとあるし、大きな行事、その、まクリスマスとか、まあ、大きな祭りとかは置いといたら、やっぱりその季節の区切りはほぼないです。
だから日本に来たらその季節限定の商品とか初めて見たし、季節限定のイベントとか、モールとかの飾り方とかに気がついて、人生は以前より豊かになってきた気がしました。しかし夏だけはさすがにちょっと無理です。許してください。結論的に言えば、夏を嫌いようになってきてしまっても、その分、残りの3つの季節を3倍好ましく思うようになってきました。はい、日本ありがとうございます。ではこれで終わります。ご視聴どうもありがとうございました。